はい、ピースケでサックスペやっていきます。ということで、神高使っていきたいと思います。まあ、50でやる気150ではあるんですけど、はい。通常だと100ですね。はい。で、2上限の街道かアームブレイカーということで、で、まあ、覚醒もしてるので、一応技術ボナだけは、技術ボナないと多分きついと思うので、うん、だけつけて、来ました。で、街道、怪物、スタミナ上限ついてるおかげで、街道を、怪物球威、変幻自在、鉄腕でいけるようになったので、まあ、ちょっとそれ、4-2字で、まあ、やってみようかなと思うんですけど、うん、なんかちょっと入れづらいかなっていう感じがしております。まあ、神高自身が怪物球威とかの方が組みやすかったかなって。窓か入れれるんで、そしたらっていうような気はしております。まあ、わざとなのかわかんないですけどね。あとはイベントがどうなってるかっすよね。体力消費多いまんまだとちょっときついと思うんで、ただイベントが重いだけの人みたいなね感じになっちゃうんで、ここは変えるか。残念。でんで、まあ立川だけ振り切る。あ、まあ、こっなこっちにするか。ハート、あ、でもマドン難しい。なんとも言えない。まあ、とりあえず評価上げて早くタック踏めるようにしよう。伸びありがとう。あ、ナイス、いいやつよねこれ。くれねんかい。失敗しやがった。いやナイス、いいやつです。これは、あ、回復になってる。まあじゃあ治ってんのかな。元から回復だったっけ。いや違うはず。なんかワールド仕様になってるような気がする。あれ、はいはい。
今んとこクソですね。悩ましい。とりあえず7。とりあえず7。かなぁ。精神が足りんのかわかんないから、とりあえず置いときます。でも削るな。変わってないところもある。いえ、最悪。これが、これわかんねえ。ま、出てないよな、これ。わかんないな。負けられないでしょっと。おお、ナイスタック。そして神高は関係ないと。
はい。で、400点入るのね。ですね。ダンス増やすか。あれ、俺の出番は？投げた？投げたことを祈る。オッケー。そうなんだよね。成績がいい場合も出番ないからね。ピッチャーの場合は。ああ、まあ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 。イベントが走ってきたね。アームブレイカーやっちゃった。海岸で街道を取るしかない。ターンダメだな。そしてで古谷が来ちゃう。全然ダメじゃん。初見あるあるということで許してください。
で、どうしようかな。もう染めてもいいっちゃいいんだけど。おお、一人でよく頑張った。技術はまだいるっぽいんだよな。あ、いいんかな。なんかまあ変化にはよるよね、多少。やべ、降るや、危ねえ。やっと海岸。ちょっと。ダメだ、ちょっと休息呼べないと、あんまやばいんだけど。どっちがいいんだろうね。まあ、マドカーでいいような気はするんだけど、クロスナインに関しては。渋いな。
そうだな。弱い。やべ、全然タック来ねえ。いやー全然来ねえな。どこに来てんだよお前ら。なあ、追いつかれた。危ねえ。いやー全然ダメですね。
点を防ぐことができるか。ノーアウトランナー二塁という場面で掃除。次は4球目投げました。見逃し三振。バッターはピッチャー周囲。ストライク。1球目ストライクから第2球変化球ストライクインローへ。アウトコース低めいっぱい見逃し三振。稲垣3球で仕留めてみせました。キャッチャー落下点に入りました。取りました。十文字東同点のピンチです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面でシュー2球目ストライク。もう追い込んでいます。高速スライダー空振り三振。シュー十文字東ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー二塁という場面で両門今日はサードフライと三振。変化球空振り三振。両門まったく十文字東ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で操作。合計は3球目投げました。インコース引っ張ったファルボール低めいっぱい見逃し三振。8回の10いやー来ないっすねー。そっちしかも怪我もう そうだなぁ、まあ、なんとも言えねえ性能だな。まあなんか選択肢が増えたぐらいな感じなのかな。何それ第2球投げた。ひどいわ。ここは失点したくない。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で木永打ちました。いい当たり取ってアウト。スリーアウト。十文字東ここは失点したくないところ。ワンアウトランナー二塁という場面で宮原見送ってボール投げた。打ちました。レフト前進ヒット。宮原いいバッティングを見せました。十文字東なおもピンチが続きます。あっと引っ掛けた。ヒットになります。二塁はセーフ。十文字東リードを奪われました。2対1。第2球投げた。打ちました。ファウル。投げた。空振り三振。稲毛見事なピッチングです。バッターはピッチャー白金。アウトローを見送ってストライク。インコース高め空振り。これで追い込みました。投げました。打った。ファウルボール。打ちました。ファウル。投げました。ボール。
投げました。打ちました。さあ、7球目。バテバテやないか。打ちました。抜けた。ライトバックホーム。白金。そうっすね。まあ、あとは明神とこに置いてあげるとかになっちゃうのかな。まあ、変化伸ばしやすくする感じ。まあ、怪物球威だったらよかったな。ちょっとまあ弱いんで、まあ、終わっちゃいますけど。そうですね、まあ、街道枠多いので、まあ、アームブレイカーにして、まあ、明神とこ入れてあげるとかになるのかなって感じです。なんか入れづらいですね、クロスナインだと。まあ、今後、まあ、いろいろな選択肢の中には入るのかなっていう気はするんですけど、性能的には2上限なので、まあ、いつ使うかって言われるとちょっと今別に無理して使うかどうかって言われるとちょっと何とも言えないのかな。こうなるとか、そうだね。まあ、こうするなら別に夢城でもいいような気するしね。あ、ダメか、夢城だと上限なくなっちゃうのか。スタミナ上限のとこか。まだこれだと、まあ、4-3 とかなので、まあ、変化伸ばしやすくはなるよねっていう、はい、ちょっと感じはあるんですけど。どっちがいいんだろうね。まあ、査定はそんな変わんないかな。その金徳だけの査定、まあ、変化伸ばせた時の査定はだいぶ伸びると思うんですけどって感じですかね。まあ、急速上げるの大変になるけど、まあ、その分変化の伸ばせて上げ切れた時の、最大値はでかいですよっていうような、はい、キャラになるかな。まあ、体力消費は、まあ、体力イーターってほどではなくなってるので、うん、まあまあ今後使うことはあるのかなっていうふうに、はい、思います。以上、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。では皆さん、ピースな一日をお過ごしください。バイバイ。